そめんクラブ。皆さんツイッター見ましたか？何？どれ？どの？私やおはキイちゃんとお出かけしました。あ、そっちが、俺が。そんなやつね。楽しかったでこのテンション的に楽しそうに聞いたら大丈夫かな。全然楽しくなさい。言いたいことはいろいろあるんですけど、何をしたかとか。え、じゃあちょっとヒント、ヒント。え、ヒント、うん、サマー。え、クイズな、これ。これクイズ。あ、サマーバケーション。そうやね。報告会じゃんか、クイズなんや。ふっちゃしゃっくりやめて、このタイミングで。しゃっくり止まらんねん、さっきは。さっきからほんまに止まらんくて。それはもう怖いなぁ。怖いなぁ。そういう回やからかもしれないな。そっちに持っていくんやめて。明るく、明るいラジオにしようよ。ほんま、いや、っていうのもな、うん、今回ちょっと、うん、前回まあ俺が一人で、はい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 、犬のこと30分ぐらい喋ったから。いや、よかったよ、あれ。ちょっとみんな、なんかほっこりしてる思てるやろ。うん。甘い甘い。緩急必要やからな、でも。もちろん。ギャップで、やっぱり。人ってギャップにやられるやん。そうですね。そのギャップを今日感じてもらおうかなと思って、今日は怖い話です。はい。全然乗り気じゃないねんな。いや、結構いいね。いや、まあ、だって今もうこの時期、うん、夏の風物詩じゃないんですか？もうテレビでもね。なんかいっぱいやってるよね。すごくやってますので。そうなんや。おいおい。この時期、それこそ深夜番組とか結構そういうの多いんじゃない？確かにね。うん、だゴールデンとかじゃなくても深夜でもやるぐらいのこうなんかイメージがある。まあ深夜の方がなんか怖いもんね。まあ確かに分かるよ、なんか雰囲気。しかもなんか勝手に決めましたよね、このタイトルするの。うん、だって寝てたからさその時。うん、まあそうね、もうそれはでもグレタに権利がありますもんね、うん、そうそうそう、そこでお仕事をこうしていた私にこうやっぱり軍配が上がったということで。いやいや、どうですか、休ませてほしかったけど。休ませてほしかった。うん、でブーブーうるさいな、ほんでさっきから。え、なになに。え、分からんけどさっきから。ブーブー。うん、あなたの携帯やわ。ブーブーやわ。ブーブーやわ。ブーブーやわ。そう、だからまあ今日はホラー、あのホラー、ホラー番組。そうですね、イソメンのホラー部。え、マジでここで抜けていい？無理です。ここでもう挨拶はしたやん。イソメンクラブ心霊部です、今日は。ホラー総部やね。出演したことにはなってるやん、もう。いや、もう無理です、無理です。最後まで聞いてください。じゃあもうほんまじゃないか、助けて。やっぱそういう人がいるからこう盛り上がっていくんですよ。うん、盛り下げる。盛り下げる。うん、いや、下がる。ああ、なんか私よりひどい人。もうマジで。てめえら、てめえらマジで。ちょ電気消して。ちょ、いらんってほんまに。消してきた。電気消しました。はい、ただいまお昼12時です。おい。変わらんやん、もう。カーテンから日差し入ってるから。ほんまに。閉めてるけどそんな変わらへん。え、でもちょっと暗いの好きやん。うん、暗いの好きやけど今ちょっと眠たいからお昼です。ええって。はい、じゃあもうやっていきますね。はい、限られた時間なので。そうですね。まあ、今日その前も言ってたんやけど、多分そんなにあの件数もらってはいただいてるんですけど、多分件数的にはちょっとエピソードなんで、まあ、そう、結構長いお話にですもんね、うん、そのエピソード自体が読めないので、まあちょっと 2,3 件ぐらいをベースに進めていこうかなと思いますんで、まあ、今日はもう大丈夫、仕切らんでいいから聞くだけで大丈夫。そうね、うん、よかった。リスナーとして、ね、でも参加はしてな。そうよ、寝ないようにね。うん、オッケー。はい、それでは、うん、読んでいきたいと思います。はい、これは私が、あ、すいません、すいません、ない、部員ネームを言うって忘れてましたね。部員ネーム、レグ。はい、レグさん、レグさんでございます。これは私が小さい時のお話です。はい、2階の寝室に私と妹が遊んでいたら、部屋のドアが開いていて、ドアから体右半分だけ出して立っている母がいました。うん、ですがその母はとても血色が悪く、話しかけてもずっと真顔で、怖くなり布団に二人で潜っていました。うん、それから1階に行き、母に2階に来たか聞いたら、行ってないよと言われました。ということは2階で見た血色の悪い真顔の母は何だったのでしょうか。幽霊だったのか、全くそれはわからないままです、という経験をしたのですが、どうでしょうかという。皆さんは、皆さん、イソメンさんの皆さんは怖い話も聞かせてください。ああ、不気味やな、これ、だいぶ。だいぶね。まだこれ文明やかあれやけど、現場にいたら結構怖そうじゃない？ほんまに怖かったやろうね。なんて、あの、右半分っていうのもさ、
全身じゃないところがさ、うん、多分よく目凍らさんと見えへんやん、うん、でなんかそのリプでやっぱその部員さん同士に怖いこれめっちゃ怖いやんみたいなリプが飛んでたんですけど、うん、その人もなんか母本当に2階に上がってないしみたいなその状態もすごく人間離れしてたから幽霊なのかなそうよな見た人が一番多分その恐怖を一番感じるやろか、うん、文面ではこう伝わりにくいのあるかもしれんけどまあでも想像するだけでも結構あるけどね、うん、そうね、うん、え寝た起きてる口の中にすごい唾液がえって酸っぱいもん食うてるんちゃうんから10万それ以上にもうあのしゃっくりやめてくれまあ途中でせっかくな怖いブームでフィッてほんまに止まらんねん全部崩れていくわ止まらへんそれが一番怖いわじゃあ、うん、なんかその何磯面さんもありますか、はいはいはい、みたいなのあるんでそうですねありますかないでーす誰もないでーす誰もない一応あるんですよ私あるから開催しとんねんわしがそうねあるから開催しとんねん俺もあるないらんえいらんいらん、うん、じゃあ終わるあ終わった終わったかうんでもどうぞとは言いたくないから勝手に進めてああ、オッケーでは、どうぞじゃあ私のエピソードでいいですか、はい、いいですよちょっと長なるんで、はい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 、まあ、ちょっとゆっくり聞いてもらえたと思うんですけどはいあのしゃっくりマジでも出るまあまあ黙るわうんあの10秒間息止めたら多分止まるわでもな、結構怖い話真剣に聞いてるから止まってる方やねこれあ、そうなんやうんオッケーじゃあちょっと話いきますはいまあこれは一応実体験の話ですわ。ほう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 。ある日、まあある打ち上げにちょっと行きまして、うん、でその打ち上げ場所がカラオケに行きまして、うんうん、でそのカラオケなんですけど、まあその時に人数がまあだいたい20人ぐらいいたかな、うん、20人ぐらいいて、まあ結構大勢やったんですけど、うん、でそのカラオケがそんなに大きいカラオケじゃなかったんで、うん、まあパーティールーム一番大きい部屋と、うん、でもう一個ちょっとその次に大きいぐらいの部屋をちょっと2つ借りないといけなくなって。うんうんでまあ、パーティールームに10人ちょっと、うん、でもう一つの部屋にまあ10人弱足らずぐらいの人数で分配されて、うん、でそっちで僕はパーティールームの方で入りまして、はい、でそっからまあちょっと歌おうやとなりまして、はい、でそっから曲を入れまして、うん、で俺もその友達と歌って2人で歌ってたから、うんまあ、なんかこう交互に歌っててんけど、うん、なんかどんどんこう曲が入っていくのよね、うん自分が歌ってる中で、まあ、もちろん入っていくのはあれだけど、うん、ただなんか、その時今でこそまあちょっとなんていうの名が知れてる名前なんやけど、うん、あのヒャダインって知ってる、はい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 、ヒャダインカタカナで、うん、そうヒャダインのその曲でヒャダインの上場友情っていう曲があって、はい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 、でそのヒャダインの上場友情ってそのちょっと気持ち悪いんだけどあのヒャダインカタカナで上場友情がひらがななんよ、うん、だからカタカナとひらがなだけの曲があってほうそれをなんかあのずっと入っていくのよ同じ曲が歌ってる最中に画面上に 2,3 曲ぐらいずっと予約されましたみたいなそうでもその時は俺ヒャダインっていう存在も知らんが、うん、あのまあ、あのこっちの勝手な都合やけど、うんうんうん、そうだからカタカナとひらがなだけでなんかこんな曲歌うやつおったっけと思って、うんでもあえわと思って歌ったらでちょっと後ろでその歌ってる最中にざわざわしだして、うん、なんかやばいやばいみたいなで結構うるさいからちょっともう曲止めて途中で、うん、でどうしたんって言ってでいやなんかその曲が勝手に入っていくねみたいな、うん、その電目から、うん、でえなんかそのヒャダインの上場なんかカタカナとひらがなのやつめっちゃ入れてたんやみたいな、うん、いやあれ俺入れてないみたいな、うんえって言ってたらほんまに勝手に何もでも触ってないテーブルの上置いてるのにずっとまたピピピピって入っていくのよ、うん、その曲が、うん、で結局 4,5 曲ぐらい連続入ってて、そうほんならえなんか気持ち悪いなみたいな、うん、でも故障ちゃうみたいなってたけど、ね、ある一人のやつがなんか、うん、あのそこまでちょっとテンション高かったんけど、うん、急にガーってちょっとテンション落ちて、うん、なんかうわみたいな、うん、ちょっとやばいかもみたいな言い出して、うんでそれちょっと霊感があるやつで、はい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 、でそこのこのパーティールームの角にちょうど丸い椅子があってそこに、うん、あの女の人おるみたいな、うん、でもちっちゃい声で言うね、はい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 、女の人おるみたいな、ガチのトーンとか、そうでも
俺らもそんな言ってもなんか打ち上げのノリで、うん、なんかちょっとあビビらせようとしてるやんみたいな、この流れでみたいな、うん、言ってるからあもうえってみたいな、うん、もうそういうのなしにしようやみたいな、うん、で言ってたらもうそいつもちょっと霊感はあんねんけど初めてそんなにはっきり見えたらしくて、うん、でもちょっとビビってもうて、うん、もうなんかいやマジやねんみたいな、うん、もうなんかもう結構詰まらせながら言ってて、うん、えほんまに言ってるみたいな、うん、でいや多分今曲今入れると思うでみたいな、うん、で言った瞬間にまたピピピピって入ってヒャダインの上場以上がちょうどやん、うん、ほんでそこでうわーってなってみんな、うんうん、いやほんまだから言ってるやんって言ってもうそいつは見えたんよ、うん、ほんまに初めてこんなにはっきり見えたって言って、うん、でほんまに無理かもほんでめっちゃそいつもビジって怖くなっていやちょっとそいつもじゃないねいやまだ先はありますちょ、ま、でほんまに聞かれへんちょっと待ってでうわーってなってみんなでパーティールームが出たんよ、うん、でもう一個の狭い部屋にみんなもう20人くらいグッと入ってる中にほんでちょっとさすがにちょっと怖いねんけど、うん、言っても入って まだそんなさ、うん、30分経ってないぐらいよ、うん、だからちょっとなんか機械のエラーもあるんちゃうと思いながら、まあまあまあ、俺は店員さんとこ行ってちょっとおかしくて、うん、みたいな同じ曲がちょっと何回も入っててみたいな、うんでちょっと見てもらっていいですか、うん、あ分かりましたって言ってで店員さんもバーってちょっとなんかあの機械やついじって、はい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 、でもうそんなすぐぐらいで、うん、多分大丈夫だと思いますみたいな、うん、なんか慣れた感じで言うから、うん、ほんまかいなと思って、うん、でそのさっき見えたやつがバッてもう一回戻ってきてでなんかあれ多分今おらんかもみたいなほう、うん、なんかさっき見えてた人はこの部屋にはおらんみたいなでなんか感覚も別にそんななんかないみたいな、うんうん、だから大丈夫かもみたいな、うん、でもみんなやっぱりそれ怖いから、うん、隣の部屋にパーティールームの人数集まってこっちほんま5、6人とかなってるパーティールーム俺はまああの見えへん人やからそうね、うんうん、まあまあいいんやったらもうとりあえずパーティールームの方戻って、うん、もう一回やろうかなと思ってでその友達がちょっとトイレ行ってくるわって言って、うん、でトイレ行ってきてほんならすぐガッて戻ってきて、うん、うわみたいなあの違う部屋おったみたいなうだカラオケの部屋から結構何ルーム感じで、うんうんうん、で「えうせやん」みたいなんでちょっともう違う友達がなんかちょっと面白がりだして、うん、そいつ霊感なくて、はいはいはい、で「えちょっと行っていい?」みたいな、うん、でその友達ちょっと慣れてその見えてるやつも、うん、だから「あ来る?」みたいな、うん、で行ってでその部屋の前にカッて通った瞬間に2人でガッて寒気が。来て鳥肌が立って、うん、霊感ない友達まで、うん、で霊感って映るん知ってる、うん、言いますよねそう、うん、霊感って霊感ある子と霊感ない子で言ったら霊感ある子の霊感映ってしまうねんて伝達するんですよねそう、うん、でそいつは見事にその瞬間に映ってしまってん、うん、霊感が、うん、だから見えはせへんけど確実にここにおるっていう気配、うん、霊の感覚っていうのをもう感じ取れるなと思って、はいはいはい、でうわって言ってその2人が確実にそこで感じたんよでそこはもうあの人がいない部屋また、うん、それこそ空き部屋、うん、とこにいてえやばいなみたいなって、うん、でまあそいつはもう一回トイレ行って戻ってきてであのごちゃごちゃって話しとって、うん、で俺は見えへんからまあええわと思って、うん、しばらくしてちょっともう一回見に行かいみたいな、うん、ちょっともう楽しなっとんねんな、うんうんうん、でそこのところバーって行ったらそこの部屋にはもうまた人が埋まってて、うん、でそこにはおらんかったっぽくて、うん、で違う部屋のとこ見回ったらまた同時に、うん部屋の前でプッて寒気して、うん、で決してその時期的にエアコンもついてないしクーラーとかも、うん、か絶対寒気っていうのは感じひんのよなるほどなるほどやのに確実にこの部屋にって言ってで全部空き部屋で感じんねんて人が入ってきたら出て行って人がおらん部屋に多分ずっと点々と移動してるっぽいみたいな、うん、ほんでもう確実にそいつは移って、うん、でもうちょっと楽しなっとったけど、うん、まあもう気持ち悪いからみんなもうやめときみたいな、うん、そのあんまりそういうのってよくないからみたいな、うんうんうん、そうねそうそうそうだからああもう分かった分かったって言いながら、うん、でもしばらくして、まあ、時間も結構朝方までおったから、はい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 、ちょっともう帰ろうかってなって時間的に、うん、でまあみんなその時自転車で、うん、そう近所やったから、はいはい、帰ろうって言ってでまあ2つぐらい分かれて、うん、でお疲れって言って、うん、でまあその一つで何人か違う方で俺も帰ってて、うん、でまあそのまま家帰って普通に寝てでまた次の日まあもちろんそいつらに会う、うん、とことがあったから、うん、おはようって言って会ったら、うん、ちょっと近寄んなみたいに言われてえ、うん、そう俺がな、うん、
え、俺何したみたいな、うん、え、もうえってなんか昨日ノリの続きみたいないらんってみたいな言ったら、いや、その友達が、見えた友達が一応そのほんまにマジで霊感強い友達に全部話してんの、ね、昨日のこと、うん、そうで昨日のこと全部話したら、うん、昨日お疲れって言って解散して、うん、で自転車乗ってって言って、うん、で俺その時ママチャリ乗っててんけど、うん、その後ろ乗って帰ってたらしいでみたいな俺の後ろについて帰ったんや、うん、って言われて、あ、キモーってなってほんで、うん、わーってゾってなって、うん、でも近いの近いなって言って、うん、で言われて、でまあ別に俺自体は別に何もなかったから、うん、ないから、うん、まあもういいかなと思って、うん、で多分その友達聞くにもそんななんかやばい感じではないとは思うねんけどみたいな、うん、で多分聞く話的には多分そこついていってんねんみたいな、俺についてきてるっていう話で来て、うん、で俺そこで思ったよね、ちょ、二人乗りは捕まるからあかんでって、いや、モテてたんじゃん、うん、説あるな、かキャダインと思われた、あ、そういうことかかもしらんけど、そういう話でしたいやでも普通に怖いな、うん、ちょっと長なったけど、そう、あの打ち上げでカラオケで女の人がちょっと曲を入れる、カラオケってよくあるよ、あるらしいね、言うな、うん、人も集まるし、しおりちゃんも行かれんやん、賑やかなところに、ましてや深夜やし余計やったかもしれない、ああ深夜帯の、うん、それって一番、ね、そういう経験は俺自体は見えへんかったんけど、実体験として一番この鮮明にあった経験がこれから、でもグレタンが最後持って帰ったんですもんね、ゆうちゃん、そうそうそう、え、じゃあ今グレタンの家にいるんかな、いや、やったら今ここにおるやろそうかそうかそうかそこまでついてきてんならね、 それが後のリカちゃん、あなたが望むなら、 あれ、お骨はどうなる、浮気じゃない、うん、ごめん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 、そういうのじゃないわ、ごめんな、もうええや、もうええや、止めよう、はいはいはいまあ、みたいな感じになってました。でもゾッとはするな。やっぱりその聞いた時はゾッとしたよ。だってそうっすよね。いくら朝とて昨日連れて帰ったらしいでみたいな。やっぱ聞くのと自分がそれ言われるのってだいぶ違うっすもんね。うん、だから別にお払いとか何もないから言ってないし、うん、で今いるんかもういい日のか知らんけど、うん、その時はまあ分からんで、それが実際にほんまにその見えるやつが話を聞いて、その話の流れ的に多分俺についてるっていう。ことを言ってたから、ほんまにそいつが俺についてるとこを見たわけじゃないから、うん、そうかそうかそうか、そうほんまについてるかも、あの定かではないけど、うん、でもその子は結構マジであのちょっと自殺で有名な場所とかのところとかではもう結構その見えるっていう、だからもう近い、そういうところやったらもう確実に近寄れへんとか、うん、そうそうそう、もう姿がはっきりと見えたりとか、うん、もう結構コミュニケーションも下手し取れるレベルの、あ、そうなんや、こっから、結構やな、うん、ガチガチのすごい、ちゃんとなんすね、うん、だからまあ信憑性は高い、そうね、うん、って感じかな、もうキイちゃんでこかいなと思ってるやん、頭痛い頭痛いって感じです。まあこれはちょっと個人エピソードだ、いやでもすごいわ、俺はその経験ないからゾッとするわ、うん、っていう感じです。でこの後みんなでカラオケ行きましょう、うん、皆さんはついたことありますかっていう、確かにね、ありますか、怖いですかぐらいかな、まあ個人的には、うん、なるほどね、どうする、もうあラストなんか、うん、せっかくもらったやつ、うん、あるし読みましょうか、読んでみようか、はい、なんかさっき見たやつ、え、青いいやつ見つけてんけどいいですか、いいですよ、怖いなと思ったことで、はい、ことっていうかその部員さんのね、うんうん、もらったやつ、うん、うん、ちゃんと聞いときゃき、うん、結構怖い、あ、ほんま、うん、ちょっと待ってや、でしてもてるやん、おいおい、さっきいいのあったって言ってた、名前はイナ、イナ、あ、なんかごめんな、名前だけで判断したらあかんけど怖そうやで、なるいなってなる、どういうこと、うん、いくで、はい、覚悟して聞いてな、うん、夜寝ている時に目が覚めちゃって起き上がろうとしたら足が全然動かなくて、うん、金縛りだ
ってなったんですけど、うん、足の方を見たらおデブの犬が寝てるだけでした。犬、怖い、怖いな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 。皆さん金縛りに会ったことありますか？ないでーす。ないでーす。ないでーす。あるやろみんな。ない。ガチない。え、ほんまにない。ガチない。ガチない。金縛り何か分からへん。俺も分からへん。感覚分からへん。あ、もうあれや。あのアホは風邪ひかへんのパターンや。アホ、金縛り合わんって。うん。そうかも。それがあの風邪って分かってへんから風邪ひいてないと思ってるパターンのやつだろ。あ、でもほんまにどれが金縛りか分からん。なんか足はなんか動かへんことあるけど、それ釣ってるだけ。あ、俺もなんかあれ、なんかさ、なんか腕でさ、こう顔を置いたまま。こう寝たりとかするやん、うん、じゃあさ朝起きた時腕にさ力入らなくてさボーンみたいな、うん、ああそれしびれてる。あ、そう、それはあるけど悲しまりはない。でも動かへんっていうの経験したもんね。ない、嘘、マジでない。俺まあまああるで。そう、連れて帰って ここでもあるし。マジ、うん、イソメンハウスであるよ。え、俺ないわ。全然ある。でも言ってよ、イソ、え、これだからあの、イソメハウスじゃ、金縛りか、うん、金縛りは俺の論はあの心霊現象じゃないと思ってるから、うん、なんかでも睡眠、そう、睡眠障害の一環やからっていう俺はそう思ってるし、うん、多分そうやねんけど、夢と現実の間にいるん、何やったっけな、うん、脳だけ寝てるんやったっけな、なんかあんねんあんねん、なんかそっちはどっちか、体が体が寝てて脳だけ起きてんか、あ、そういうことか。あ、だから俺も言っちゃえばそれがこれが分かるんで、金縛りなのであればほんまに睡眠障害って感じで、だから下手しい、あれこれ夢やったんかなって感じる、ちょうどそのぐらい。あ、記憶はあんねん。でもどんなんしたとかどういうふうにあがいたとかは記憶はあんねんけど、でも今思えばまあ夢じゃ夢やなっていう感じのちょうどほんまに微妙なとこやねんけど、え、全然ある。それこそここで寝てる時とかもう勝手に人がガチャって扉から入ってきてみたいな、え、そうそうそう、で、え、だからメンバーかなってなんねん、うん、で、ま、メンバーかなと思うんだけど俺体動かんくて、もうこっち見ようと思ったら見れへんねん。あー、そっか、うん、目も動かへんの。な、目はこうやってんねんけど、もう目しか動かんくて体動かんから首が振り向けへんねん。あ、だからもうここまでしか見えへんねん、視界的に。そうやねんけど、人影は見えんねんけど、うん、誰かわからんねん、うん、で普通にこの辺なんかあのどん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 歩いてなんかガチャガチャってやってるみたいなのも聞こえるし、で俺はもう何回か鳴って慣れてるから、あ、多分これ普通にメンバーが来たって思ってるだけのなんかそれこそ金縛りかなと思って、え、ちょっとどうやったら解けるかなと思って、ふーんって言ったりする。遊び出してるよ。でもな、多分出てないね声は。あ、自分は言ってる感じでも言ってるつもりやねんけど実際出てないね。で体もこっちに向こうと思ってんねんけど絶対動いてないね。だからもちろん声も届かんしあれやねんけど、でも確実にここにおるし、でひどい時には普通に覗かれたりとかもしてて。そうなんです。顔は見えるんですか？あ、やばいやばい、黒い影やねん。俺の場合ははっきりは見えへんねんけど、普通にあのここじゃないところで言ったら普通に寝てる時に、もう真横にもう立たれてる、寝転んでる真横にずっと俺、こっちをずっと俺の、そう、寝てるおじさんっていうのは分かんない。うーん、おじさんみたいな人がずっと立って俺の寝てる姿ずっとバーっていじって見つめてくるっていうのがあって、でもこっち見れへんからどんな顔かはっきり見えへんねんけど、あ、そっか、そう、もう確実に見られてると思って。うん、それもおじさんなんですか？おじさんやった。それキャダインじゃないですか？あ、かもしれん。あ、繋がったな、うん、かもしれない。やから入れてたんかもしれないです、電目で。ああ、じゃあ全部はこう繋がってるって、繋がってるっすね。じゃああれっすね、グレタンが逆にここで寝てる時にあーってこう出たら金縛りやってんねんなと思った方がいいってことですよね。うん、あ、ヒャダイン来たんやなと思ってヒャダインやな、うん、なんかあーって来たらヒャダインどこって探してあげる。来たやな、うん、なるほどね。内山田さん、内山田さん、やっぱマジでもうここも来られへんくなった、うん、無理やん。まあでも金縛りはそう今やってたけど、結局なんか感じるのはこう恐怖になるからやっぱ心霊系になるけど、結局睡眠障害から誰でも起こりうると思う、うん、俺多分睡眠浅い方やねん。やと思います。俺マナーモードで起きれるからアラーム、え、無理無理無理、1回で起きれねん。でもほんまに起きるイメージある。そう、音小さくても起きれるし、音なくても起きれるから。逆にだからちっちゃい物音でも起きはるっすもんね。起きる起きる、全然起きる。やばいな、熟睡できひんやん。え、でも寝てるときは寝てると思ってるから分からへん。
人の熟睡具合がどんぐらいか分からへん、うん、だからまあ睡眠障害起こっても全然不思議ではないんやろなとは思ってるから、うん、だからもう金縛りは別に心霊とは思ってない、うん、だからこそのなんかうーんっていうかもしれんな、そうね、うん、でも稲さんはほんまに怖かったやろな、うん、そうやな、俺からしたら幸せやで、そんな。ほんまやね。うん。そうなりたい。うん。乗ってんやろ、ここに。うん、足元に。最高やん。あったかいで、絶対。朝から泣けるわ、多分。いいね。うん。犬に会えて。はい。なんでこう回ったん、なんで回ったん、何欲しがられたんやろと思って、今。なんか。返事が欲しい。ああ、それだけですか。うん。じゃあよかったです。それだけの世界に。まあ、みたいな感じですかね。うん。なるほど。心霊トークといえば。ですね、まあなんかちょくちょくピンクもこの間生配信で話したりしてたもん、うん、そう TikTok ライブではちょっと喋ったりもしてるから、うん、だからこれ怖いと思う人あんま聞けへんから前事前に言ってるけど、うん、うんうん、タイトルに入れときます、うん、深夜に聞いてくださいって、うん、逆なうん、うん、じゃあほんま無理マジで無理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 な回でした、はい、またしたい。俺これ怖い話好きなの結構。じゃあもう欠席させて、うん、ほんまにガチで。もうほんまに怖いね。ちょっと次は夜中に撮りたい。うん。ほんまに来やんからな。どうしようか。そうしよう。マジで来やんから。本気で来やんから。真ん中にさ、ろうそく立てて。うわ、いいね。絶対ガンガンでみんなで毛布にくるまりながら。怖いな、怖いな、怖いな、それが一番怖ない。ろうそくでクーラーガンガンでやって、毛布かぶってみんなで怖いな、怖いなって言ってる風景が一番怖い。それの方がいいやわ、なんか寄ってきそうやもん。いやそれでもいいよ、いきなりドアゴン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 って。それで、え、それは結構発狂する。ピザでーす。ピザ食べたい。ピザでーす。まあそんな感じですね。うん、いやいいな、またやりましょう。そうね、なんか経験したら言って。はい、うん、俺もちょっとネタ仕込んどきます。うん、あ、全然経験しときます。うん、作ったやつでもいいよ。それは嫌やな。あ、そうか、それは嫌やな。まあまあまあ、ぜひぜひ実体験、はい、あれば教えてください。はい、はい、って感じで、うん、怖い話でした。だー、心霊部でした。だー、じゃあエンディングです。はい、ということでね、うん、今回は怖い話でしたけれども、はい、次週も何かテーマを募集しましょうか。そうね、何がいいかな。今日が怖いやつやったから、うん、希望を持ったキラキラしたやつだけ。私の特技。うめっちゃいいよ。希望しかないやろ。そうだ、やっぱ特技って希望につながるやん、未来につながるやん。うんうんうん、その人がキラキラしてる瞬間やもん、ね、でみんながなんか、みんな結構さ、イラストとかさ、うん、なんか動画作ったりとかさ、うん、はい、結構なんかこう器用な子が多いイメージやから、ね、確かに、まあ、別にそれでもいいし、なんかシンプルになんかこういう特技あります。そう、字めっちゃ綺麗ですとか。あ、そうそうそう、とかボールページできます。そうそうそう、あ、いいね。なんかスポーツこれもう10年ぐらいやってます。はい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 。そのぐらいなんか結構意外なもんもあったりとか、うん、ちょっと知りたい。確かに。うん。なんか今回さ、クリビはさ、うん、これ見れ、あ、聞けない人もいるかもしれへんからさ、うん、なんかどっかに書いてあげてもいいな。そうやな、ツイートとかにも書いておくかな、うん、今回のやつ。自慢してほしいな、これできますみたいな。うん、聞きたいです。ぜひぜひ特技教えてください。はい、お願いします。はい、お願いします。じゃあ今週はこんな感じで、はい、さようなら。こんなに喋らんかったの初めてかも。ほんまやな。そう、ね、その2人でも通さだった。ほんまやね。お化けや。それが一緒に喋らんかった。バイバーイ。